皆さんこんにちは、スーピアです。今日もアニメリアクション動画です。今日は推しの子の第8話見ていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。それでは見ていきたいと思います。始まった。オープニングスタート。アイドル。アイドル様。何食べた？好きな服は？どこに行くの？まあ、前回はね、恋愛リアリティショーのね、アクアと黒川茜のね、まあ、シーンで終わったんで、まあ、それがどうなっていくのか楽しみですね。アルーティーなんて分からなくてさ。始まった A パート。一流の役者しかいない。黒川茜はそこのエースだった。徹底して役だった。役者としては超一流じゃないか。一緒に持ってった。愛のようなカリスマ性か。お金だけ素直。いや、反応ガチじゃん。いつの中ね。
ある。面白くなってきた。面白くない。かなかな。あれはかな。ルビーもか。ルビーもママのような感じ。感じたんだ。アクアとアカネですげえ盛り上がってる世間は。アリはカナは意識してるな。カナ。カナはデートで誘うアクア。やっぱあんた変わってる。うわけ。でなんてキャッチボール。シスコ。アクアのタイプか。
北と星と赤の境目がなくなっていく。12秒。わあ。年上好き。アクアは年上好き。ありがて。アクアというか初めて。来るか分かんない。星のあれ、恋愛を見てるき。芸能界に才能が集まる。母親だったけど、星の愛を分からなかった。仕事との付き合い。カップル成立。カップル成立。死んじゃえば。かなり。
芸能界か。雪も付き合いだしたのか。あかね拓は仕事上のお付き合いか。
アイドル志望だったか。メネッチャメネチェをビーコマチンと。本気？第8話、初めて。エンディングに入った。ラストチャンス、ミュージック、ラストフィガー。ルビーかわいいな。終わりました。いやー、わしの子の第8話めちゃくちゃ面白かったな。ね、マークアウトで、まあ、黒川茜がね、まあ、仕事上であるけど。ね、恋愛スタートして。で、まあ、その陰でね、タナちゃんがちょっと、嫉妬してて困って。だし、その、茜のね、愛の芝居を見て、赤もそうだけど、ルビーもね、まあ、お母さんのね、ママのね、何かを感じ取っていて、今後はどうなっていくか、どうなっていくのか楽しみだね。それで最後に、アクアがね、メネチュー、リーク持ちに誘ったりとかして、今後のね、鈴木さんに、気になる展開になってきましたね。また来週、またね、第9話の動画を撮っていきたいと思いますので、その時またお楽しみにしていてください。以上、てつやでした。